あの、かすみです。もう一度、お話できますかごめんなさい。やっぱり、この電話はなかったことにしてください。連絡しない方が、正しいのよね。あら、しずく今日も遅くまで起きているのまったく。 夜更かしは肌に悪いわよ。あなたも女の子なんだから少しは。えさっきの聞こえてたそうなのね。ねえ、よかったら食べていかない もうすぐできるわよ平気よいつもこうしていたからああ 見た目はちょっと良くないかも。え、ええー、そうよ。さ、魚の煮干しよ。たまに失敗するから。で、でも、味は大丈夫なはずよ。 あなたに教わっておいしくなったものウ <laughs> それについては聞かないでねよろしいじゃあ一杯付き合って味はどうかしら <laughs> それならよかったわこれは私が一番得意な料理なのようんー <laughs> それは聞かないでってさっき言ったのにふ <laughs> 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 こうやって家族以外の人と晩酌するなんて初めて。 そんなことないわ。二人はミルクかジュースで付き合ってくれるの。雫とはよく飲むわ。あの子、ここに来てから毎日夜更かししてるから。うっうっ <laughs> ええ。知りたいさっきの留守電は一体何なのか そう… <laughs> だっておいしいからあなたならわかるんじゃないのしないしないあなたとだから安心して飲めるのよ。 どうして知りたくないの部外者だからうん。そうね。あなたの言う通りだわ。ただ私は。 まだあの人が恋しくて私の全てをあげたつもりだったのにお金も時間も自分自身もなのになんで少しも振り向いてくれないの綾乃と雫もそう言ってたわ。 グラスが空になってるわよ。<laughs> この方がたくさん飲めるわ。酔っちゃってるわよ。あなたの前で強がっても、もう意味ないからね。はあ あの人があなただったらいいのに。あなたと比べて、あの人はいいところなんてほとんどないわ。家事もできないし、態度もでかいし、唯一のいいところはルックスだけ。おまけに女たらしだし。う ふうーん。ムカムカしてきたわーー。もう一本。 でも好きなのよ、彼が。うんー。 ごめんね。いっぱい愚ちっちゃって。でもね。部外者のあなたにだからこそ、打ち明けられるの。あやのと雫は事情は知っているけれど。二人の前で湯羽根を吐くなんて、無理よ。バカな姉を見せたくないから。 ふぅどうしてかしらね初めて会った時のあの甘い言葉に乗せられちゃったのかなはぅ、あ、うんうんちょっとね ねえ、うがい者のあなたの意見が聞きたいわ。彼のこと。もう、諦めた方がいいと思うう,うん、そう。あなたも、そう思うのね。 えうんバカねえ私が料理できるようになっちゃったらあなたクビになるじゃないはぁ、あ… mm huh. はははあれ毛布あらもう朝なの昨日はなんだか羽を伸ばしすぎてた気がうう頭がクラクラするわ。 いっぱい愚痴っちゃったかも。ん <laughs> ありがとうね。こんなに言いたいことを何でも言えたのは、あなたが初めてよ。でも、まあ、そうよね。 いつまでも引きずってちゃダメよねあんな女たらしの何が良かったのかしらそれに今は二人だけじゃなくてもう一人増えた気がするわ <laughs> よーし今日の朝ごはんは私がやってみましょう綾乃としずくとこの子が起きるまでに用意しなくっちゃ <laughs> どしがいもなく張り切っちゃへ <laughs> <た>ーいったいったああ静かにしないとあの子がおる。 かよいも完全に目が覚めたわ。うー起きてないわよね。